徳川夢乃です。今日はタルトを2つ作ります。まず生地を作ります。卵とバター、夢の粉を混ぜてよくこねます。たくさんこねられて生地が疲れちゃったので冷蔵庫で寝かせてあげます。生地さんがお休みしている間にクリームを2つ作ります。卵、バター、ミルク、お砂糖をたくさん入れてぐるぐる混ぜます。これも生地と一緒に冷蔵庫で寝かせます。美味しいクリームは絶対に勝訴なのでもう一つ作っちゃいます。夢の空気を集めて冷蔵庫で冷やすととてもクリーミーなクリームになるのでおすすめです。寝坊すけの生地さんを起こしてのびのびさせます。伸ばした生地をタルトの型にぴっちり合わせてオーブンで焼きます。焼き上がった生地に最初に作ったクリームをぐるぐる入れます。ユニコーンに角を分けてもらいました。角を輪切りにします。使わなくなったステッキから宝石を取り外して優しく洗ってから食べやすい大きさにカットします。綺麗。ユニコーンの角、カットした宝石をそれぞれ盛り付けたら、夢のクリーム、夢の粉を飾り付けて、ユニコーンのタルトと宝石のタルト完成です。今日は可愛いタルトを2つ作っちゃいました。食べたくなったらみんな夢のに会いに来てくださいね。徳川夢のでした。バハー。